チャオ、あっちゃんです。今日12月の22日、小学校、中学校、終業式で、小学校、まあ高校もみんな整理しようと思うけど、終業式で、お昼ご飯、あっちゃんにお家で食べる日で、何食べたいって聞いたら、カップ焼きそばが今日食べたいって言うから、今日のお昼はカップ焼きそばにします。で、ヒカルはね、どこ行った？チャレンジャーヒカルくんは、チャレンジャー&大食いヒカルくんは、ハーフ&ハーフ、焼きそば、ペヤング焼きそば、ペヤング激辛焼きそばのハーフ&ハーフ、超大盛り、これを食べるらしい。ノーマルのペヤングと激辛のペヤングで、ノーマル味、激辛味、ミックス味の3味が楽しめるよっていうやつ。これもう、あっちゃんもこれ食べてみたかってんけども、ちょっと量が多いの。で、こっちも一回食べたことあんねん。去年風邪ひきの喉痛い時に。それ以来食べてないから、チャレンジもしたいから、ちょっともらいたいと思います。はい。で、量は、この前ね、北海道フェアで買ってきた、北海道の、物産展で買ってきた、北海道限定焼きそば弁当、焼き弁のあんかけ。お湯2回仕上げ、北海道限定、北海道工場からお届けします。お湯2回とろーり熱々の仕上がり。あんかけの素は蓋の上で温めてくださいね。湯切りをした後に内側の下線までお湯を浸し、あんかけの素を入れてよくかき混ぜる。これ、北海道フェアで見つけて買ってきました。これ量が食べたい。で、あっちゃんは、ちょっと前にね、視聴者さんにもらった、瀬戸内レモン、はい、一平ちゃん瀬戸内レモン味いただきたいと思います。あっちゃんレモン好きやしね、スパイク大好きやから、いただきたいと思います。ではボコボコボコと沸いてきたんで、ちょっとまず大食いヒカルくんからいきましょう。これ水1リッターぐらい、800ぐらいいったはずやね前にね。ノーマルの超重いは量も、あっちゃんは無理やって途中で残してるけど、量もヒカルも2人ともこれペロって1人で食べる。怖いわ、うちの子ちゃん怖いわ。ふりかけと火薬と、そうすると、これどうやって作るの、ハーフ&ハーフって。普通に大盛りのペヤングにソースが2種類入ってね、だから混ぜ混ぜしたら混ざるよね。まあうまいこと作りましょう。で、火薬が超大盛り、超大盛り、もりもり火薬をドバー。はい、ヘイシリは、シリどこ行ったん？いや、それお尻、女の子のお尻が触らないのね。大きくても3分か3分確か。うん、820ml。多分1回でなくなっちゃいそうやね。なっちゃんと量の分は後瓶で作りましょう。結構大盛り入れた、1リッターぐらい入れたから、なかなか湧きません。今日は木曜日、通常放送やね、テレビは。オリンピックの話また、もういいよ、予算の話がどうの、そのばっかりやな。
ちがブログを開設したよみたいなのがお話、どうでもいい話やね。どうでもいいだかんけど、ね、まず世間はね、面白おかしく人の不幸は蜜の味やからね。そうやってもう、それとね、盛り上がる人がいてるからこういうのが出てくる。他人のことほっときゃいいのにね。なんで他人のことをごちょごちょ言う人も、まあ、楽しいねやろね。楽しいか、人生楽しくないねやろね。でこういうのが楽しいんやろね。悲しい。世の中すさんでるんだよ多分。バックかな、静かになってきたな、ポットが。はい、沸きました。では入れたいと思います。あ、ちょっと待って、熱いよ、こうせやろな。あ、ちちちちち、こぼれてる。Hey Siri、 タイマー2分セットしました。カウントダウンを開始します。はい、あれ水持ってきて、そこいた。よいしょ、では第2瓶を沸かしたいと思います。もう一瓶沸かしたいと思います。よいしょ。このくしゃくしゃなくてね、朝からちゃんとしたら、ちゃんとしてないけど、光がなんか昼から噛むな。昼からやかましいわ。いつも噛むわ。いつもあっちゃん噛み噛みやもんね。ある人の名前になる。身寄り付けよ。昼から噛むな。中村光。誰考えた？先生考えた。面白いな。やかましい。3秒、2秒、1、0。はい。ではお湯捨ててきます。失敗するわけね、作るよ。相変わらずでかいな。ペヤングの大盛り。早く作らんとね、あっちゃんの分ができてしまうから。カナオキのでソース。
麺がね二玉に分かれてるから分かれてんねん塊が。まあまあまあ混ぜやすいねこれやったら。うひゃー手についたよ激辛ソースが。煮詰めたらペロっていくねんけどこれはちょっと怖い。ティッシュ。さあ激辛リベンジしようか。激辛じゃない、ちょっと待って、そっちノーマル。スパイス、スパイスと振りかけて、はい、ペヤング完成。どうぞ食べてください。量食べる？いらん、もらわへん。ペヤング、ペヤングと激辛、はい、ペヤングとこっちノーマルペヤングでこっち激辛できました。ではどうぞ。ちょっとね、いきまーす。ペヤング、ノーマルペヤング、間違いなく美味しいね、うん、では、うん、喉の調子のいい時に激辛を行きましょう。どうしたの？辛い、辛いらしい。行きましょう。まずいの？あーあー痛い痛い、痛い。涙が出る、痛い。涙が足りないのかも。痛い。うん。喉辛い。喉辛い。辛い？え？ああ痛い。ヒカルも激辛はきついみたいで混ぜた。混ぜたどう？混ぜてくるのよ。混ぜて食べるもんやって。あかん、口の中痛い。迷わないの？目の前にある。ペヤング好きやないの？では、ミックス。ハーフエンドハーフ。ハーフエンドハーフ。ニューハーフが食べます。やかましい。はい、辛い、ね、辛い。もう人がボケてる時によくかいらんこと言うから、ボケ流れたやん、もう。一生懸命ボケたのに。流してるの。あ、美味しい。混ぜたらいけます。ちょい辛で。あ、痛い。ピリピリするけど美味しい。で、今ちょっとマヨを入れてマイルドにしてます。ヒカルが。言うとる間にワクワク。ワクワク入ってる。瀬戸内一平ちゃんは辛いよ、口の中感覚なくなるわ、ね、麺に火薬がもう最初から入ってあって、一平ちゃんのソース、マヨビーム、特製マヨ、マヨビームふりかけです。はい、自分で。じゃあ、はい、出してや。貸して。そう、入れんな。湯入れんな。待っとってもできへん。はい、焼き弁は、あの、麺に、火薬。なんか麺に、麺が、火薬。はい。で、ソースは？これ、あんかけの素ソース。
ではこれ温めます。ではお湯を入れたいと思います。ちょっと戻して蓋して。Hey Siri。 Hey Siri。 タイマー2分。セットしました。カウントダウンを開始します。はい。で、内線まで。どこまで水入れるの？あんかけ。捨ててから内側の上線まで。もうちょっと水入れていかなきゃならないんだな。ちょっと水入れていきます。喉乾いたのお茶入れていけなお茶水筒の中水筒どこ行った水筒取り辛くない大丈夫、うん、辛いっていうかうまい美味しいな美味しいらしい光る、うん、混ぜたらちょうどいいらしいよ、うんうん、はい、ではお湯を捨ててきます。よいしょ。では作っていきます。今ね、量のはとろみつけるのにお湯を今沸かしてるからもうちょっと待ちです。瀬戸内レモン焼きそばと、ソース、変な声が出た。ソース、あれソース、うん、なんか声がおかしい。声が裏返ってます。大クラッシュ中です。声が、ペヤングの辛いのがまだ口に残ってる。では、とりあえずソースかけた段階で食べてみます。あ、美味しい。レモンが効いて美味しい。で、マヨビーム
ってるニュー淡路普通のマヨで、ふりかけなんか白いふりかけです。カツオ系って感じで出来上がりました。では食べたいと思います。さっぱりして美味しい塩レモン焼きそば、うん、食べる？食べる。美味しいよ。どう？りょう酸っぱいね、綺麗にうまいとかでやねんね。で、あんかけは焼き瓶やのにあのスープがついてないね。一気に失敗言うてる。どこまで線入れるかだか。上までってかだか。ちょっと待って、見てなかったよ。下の線まで。蓋を剥がし再度熱湯を下の線まで入れとろみがつくまで、はい、よいしょ、下の線までやね。ね、なんかキクラゲとか入って美味しそうな麺がちょっと太麺な、ね、めちゃくってるって早いな。いらんとか言っとってさ、でもいらんとか言っとってさ、めっちゃ食ってて半分ぐらい食べられてる、はい、まあいいけどさ。で、湯を下の線まで入れてあんかけの素をかけます。うわ、何これ。薄い糖忘れてきたかな。マジで。で、30秒まで待つ。お肉かがこれ、だから、ちゃんとな、正月明けまでだと中完全にカビ入るからな。はい、とろみついたよ。どうぞ。こんな感じにできました。では、はい、どうぞ。後でもらう。もはや焼きそばじゃない。逆はできない。逆はできない。どう？どう？うまい。でもうまいな。うまい言うてる。熱い。どかんときな。ちょっと味、味味見やくれへん、もう、あんかけ、あんかけ美味しい。ちょっとあんかけをもらいます。レモンいっぱい食べてもらう。レモンまだ一口しか食べてへんのに。あ、美味しい。これうん、あんかけ美味しい。はい、うん、あっこい、あ、めっちゃあっこい。あのね、順番間違えた。最初にペヤング食べたから口の中痛いから熱いのが倍増して痛い。でもあんかけすごい美味しい。
今度北海道やって来てたら買おう。あんかけは初めて見た、美味しかった。うん、ぜひあの焼き弁の、あんかけ見つけたら食べてみてください。美味しいです。はい、あのでレモンいきましょう。じゃあのメインのレモン、もうこんだけになっちゃってね、まあいいわ。三種三様、全く違う味。うん、とね、すっごいあっさりさっぱりで、ペヤングは、うん、めっちゃ辛い、うん、で、あんかけは、焼き弁あんかけは濃厚、濃厚っていうかね、とろりしてこってり美味しい、あの味濃い味で、で、この中の3つどれが焼きそばかったら全く焼きそばがありません。ね、焼きそばっていうか、まあ、ソース焼きそばありませんって感じで、ピアノ食事だけ残ってんで、初撃からどうやった？からそらせよ。どれが美味しかった？完食しました。瀬戸内レモン味すごいさっぱりして美味しかったです。ありがとうございました。で、いたいた激辛じゃない、いたいたペヤング、一口残ってるんで食べましょう。なんかテンションが低い。いや、じゃあテンション高くいきましょう。では、激辛ペヤングいただきます。一口残ってたんや、野菜だけ残したんねん。もう辛くない、食べて、あー痛い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 、でも美味しいです、うん、これぐらいの辛さで美味しいです。あー痛い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 こんな感じ、うん、あああんかけ美味しい、うん、あんかけが美味しいってハマってる。ということで、今日のあっちゃんちのお昼ご飯は3種類の、カップ焼きそば食べました。美味しかったです、はい、ではまたね、バイバイ。